初代レノックス博、チャールズ・スチュアートは、第四代レノックス博、マシュース・スチュアートと、イングランド王ヘンリー・パッセイの姉、マーガレット・チューダーの娘、マーガレット・ダグラスの次男。スコットランド王兼イングランド王・ジェームズ6世、1世の、おじ。父方では、スコットランド王・ジェームズ2世の、母方では、イングランド王・ヘンリー7世の子孫であり、両国の多い継承権を有していた。 1571年に、スコットランドの妖王ジェームズ6世の殺政であった、国王の祖父である父マシューが殺害されると、白爵位は、国王のものとなった。ジェームズ6世の父は、チャールズの亡き兄ダーアンリー教ヘンリー・スチュアートであった、ためである。しかしその後間もなく、新たにチャールズが、レノックス博に助釈された。1574年、 おそらく母マーガレットの思惑によって、チャールズはハードウィックのベスの娘、エリザベス・キャベンディッシュと、請求な結婚をし、そのために、イングランド上をエリザベス一世の布教を買い、母は、ロンドン島に投獄された。翌1575年には、一人娘、アラベラ・スチュアートが生まれたが、チャールズは、その翌年に病没した。アラベラが女性であり、イングランド生まれであったため、 スコットランドによって妨げられ伯爵位を継ぐことができなかった。妻エリザベスは1582年に死去し、7歳で孤児となったアラベラは母方の祖母ベスに養育された。1603年、アラベラはイングランド王位を主張した。1610年、アラベラはビーチャム教ウィリアム・シーモアと秘密結婚したがこれが王位への脅威とみなされ、ロンドン島に投獄された。 国外への逃亡を図るもアラベラは連れ戻され、1615年にロンドン島で死亡した。ありがとうございます。